戦地でソ連機関誌、プラウダを読むウラジメイルコピック機関誌とは、政党や各種団体などの機関が組織及びその、見解等の広報、宣伝、会員や同じ階層に向けた情報交換などのため、定期的に発行する新聞である。同種の構造を持つ雑誌形態の出版物は、機関誌と呼ばれる。公的機関が公民に公表する目的の機関誌は、広報、 もっぱら部外者に向けられた告知集は広報と言い,い、現代では競技の機関紙とは区別されることもある。広く一般に向けて発行され、報道機関として不変不当、中立が求められがちな新聞と違い、特定の団体がその目的に沿った形で発行する新聞である。機関が発行するため機関紙と呼ばれる。 単に広く社会の出来事を報道することが期待される。協議の新聞と比べ、何らかの社会的、政治的目的をもって発行されているか、団体の活動範囲の中の出来事を報じるもので、団体によってその趣旨は様々である。現代では、政党、政治団体、職能団体、労働組合、業界団体、宗教団体、 社会運動団体や国家機関が発行していることが多い。ロシア革命の指導者、ウラジーミル・レーニンは1902年、次著何をなすべきかの中で労働者の手による全国的政治新聞の発行の重要性を解き、機関紙が暴露と先導のみならず、革命組織を全国的に作り上げる集団的組織者であるとした。新聞は、 集団的宣伝者及び集団的先導者であるだけでなくまた集団的組織者でもある。新聞は建築中の建物の周りに組まれる足場に例えることができる。足場とは建築の輪郭を記し、各作業員間の連絡を容易にし、組織的な労働によって成し遂げられた共同の成果を見渡すのを助けるものであり、すなわち新聞を制作して配達を終えるまでの一連の流れを、 秘密裏に完成できれば、革命は半分達成されたようなものだからである。この新聞活動を中心とした、党建設論は、霊人主義を理論とする各国の政党や団体に引き継がれているほか、霊人主義を標榜しない団体でも経験則的に熟知している場合があり、大衆運動の場では、機関紙が重要視される場合がある。機関紙はその形態が様々であり、 いくつかのパターンに分類できる。あらゆる種類、分野の組織が機関紙を発行している。機関紙により、同時に公正委員間の理念の共有や、組織の団結を図ろうとするものでもある。新聞名。中国共産党の人民日報など別会社が発行する形態もあるが、ここでは機関名を記す。日刊週刊月刊歌。ありがとうございます。